今からね、清水さんに電話します。気使っちゃう。ちなみに私も売り込みます。これが楽しみ。入ってくれるかな。津波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りします。津波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。さあ、はい、いよいよ津波くんがですね、はい、いきなり清水さんのところに電話しちゃうんだもん。そういうことなんですよ。まりましたんで、はい、ちょっと今監督に伝わってます。え、清水さん、はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご協力お願いします。はい、どうですか。困ってます。はい、津波が清水監督のもとへ行くわけですが、津波の見てどう買ったか、その辺をちょっとお聞きしたいんですが。全部ですよ。お、全部。はい、2割増し。2割増しお願いします。はい、お願いしましたからね。全部の中でも具体的にはどの点がありますかね。まあその経験もあるしね。はい、それとまあアビスパっていうのはもうね、初めてのチームだから、その中でね、やっぱみんな引っ張ってもらいたいし、うん、まあその経験だけじゃなくて実力もちゃんと買ってるからね。だから、ですからもうぜひね。本人は値段が安いでしょって言ってるんですけども。値段が安いんですか。いや、そこは僕は分かんないけど。買ってたら分かんない。そこは俺してないからね。売りに出したという売りなんですけど。一応まあ選手はみんな平等だと思うんですが、はい、今横一線状態だと思うんですが、はい、一応構想的にはやっぱ左のサイドバックとしては結構上のあれ、そうですね。いや、それはもう当然ですよ。ねえ、おお、それはもうね、一からのチームですから。もう、でもダメだったらダメだし、しょうがないから、ね、もちろん。そりゃそうですね。ね、清水さん、はい、ゴールキーパーですか。一人こちらに来てるんですよ。まだ契約してない選手一人いるんですけど。いや、ゴールキーパーもいなかったんだよ。ほら、ほら、ほら、清水さん、はい、まだ間に合いますよ。間に合う。まだ契約してませんので、僕。そう、はい、安いですよ、安いですよ、私も。腰悪いんじゃないの。腰大丈夫です。大丈夫。感知してますよ。感知した。はい。あ、そう。はい。あ、そうで終わっちゃいますか。え、あ、そうで終わっちゃいますか。いやいや、考えておきますよ。あ、そうですか。はい。いや、ありがたいな、本当に。いいね。はい。そうだ、まだまだね、ありえますね、これは。ありえますね。はい。監督、はい、宮崎キャンプかなり走り込むんですか、やっぱり。ね、それはやりなんかしょうがないでしょ。それはもう、もうそれに合わせて準備を私もバカしておりますが。はい。怖いな。清水さんとしては、はい、やっぱりマリノス時代とはちょっと違った考えを持ってると思うんですが、うん、どういう感じにこうチームを仕上げたいっていうか、そういうのは思ってますかね。うん、まあベルギーもそうだったと思うんですけどね。はいはい。まあ、マリノス、まあ、それって言われたらチームと違うわけですからね。はいはい。ですからやっぱりこう、フレッシュのね、まあ全然違ったようなね、ええ、まあもう、いますよっていうのは、なんていうの、そういうチームになればいいと思ってるからね。ああ、うん。で、津波なんかもね、はい、そのまでこう、変に吹け込んでもらったら困るしさ。はい、もちろんです。うん。もう一年、ね、本当にね。もう一年ダメだったら辞めるつもりでおりますから。あ、そうですか。思い切っていきます。もうだ、二十歳ぐらいの気持ちでさ、はい、もう、昔からよく知ってますから、はい、悪ガキみたいなね。そういうのを出してくれたら、一生サッカー小僧で言いたいと思いますんで。え、一生サッカー小僧で言えるつもりでいますんで。そう、そういうこと。火の玉小僧っていうかさ。うん、いつもより僕、ラジオの前でかしこまっちゃってるんですけど。スタッフが笑って見てるんですが。あ、そうそう。もうやっぱりなかなかね、監督と話するっていうのはいつも言ってると思うんですよ。清水さん。はい。初年度の目標なんですけれども。はい。まあ、津波さんが当初入る前の目標とですね。はい。で、津波さんが入ったということで、うん、この目標をアップしたりなんてことはどうなんでしょうかね。うん。3番くらいアップしたかな。おー、3番。うん、もう、2割増し。2割増し。2割増しでしょ。2割増しですからね、もう。3番くらいチームがアップした。うん、ゴールキーパーはいないって言ってましたけど、こだわってどうする。まだ契約してないんですね。まだ5番くらいアップするかもしれませんね。こっちからって感じ。はい。そしてですね、清水さん、はい、これはですね、我々サポーターとしても非常に気になるんですが、はい、津波さんの背番号とかってのはまだ決まらないものなんですか。これだってあれ、まあ、通常試合に出たらもう試合出た順番で決まりますから、ね、左サイドバックだったらやっぱり6番をつけた津波さんが見られるということでよろしいんでしょうかね。それは当然そうでしょ。スタメンで出れば6番、嬉しいです。6番が、はい、出れば10番、津波の6番が見たいしね。あ、見たいって言ってますからね。6番をつけるために僕も頑張るという、ね、ね、
宮崎から僕も首かかってますから。そりゃそうですよ、はい、ぜひ、もうぜひもう頑張りたいと思います、はい、よろしくお願いします。1月17日ですよね、津波さん行かれるのは。はいはい、福岡の方に。そうです。清水さん、これそちら行かれた時にですね、はい、歓迎セレモニーとかなんかそのようなものはあるんでしょうか。全くないと思います。大浦さんサッカー知らないごめんなさい、もうそれ以上喋んないでくれという感じです。まだそうなんですか。そんなことわーってあるかと思ったんですよ。いやいや、もう移籍なんて当たり前ですから、サッカー選手は。僕の他にもたくさんの選手が入られるわけですから、もう、ちょっと知名度的にはありますけれどもね、みんな一戦でしょう。はい、勘弁してください。そしてですね、清水さん、津波さんが入るということで、はい、ますますですね、このアビスパファンも増えると思うんで、はい、一つメッセージをお願いしたんですけれども。終わりました。はいはい、まあ、津波君も入ってくれることだし、まあ、僕もゼロからスタートしますし、津波君もゼロからスタートだと思います、はい、ぜひもう、皆さんにね、はい、九州の初のチームですけども、皆さんに応援してもらって全国になりたいと思いますから、ぜひ応援をお願いしたいと思います。ありがとうございます。はい、どうも今日ありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、失礼します。失礼します。どうもありがとうございました。明日から福岡ですよね、はい、ですよ。東京からですね、福岡のに必ず持っていくものって何ですか、大切なものっていうのは。私は車がないと生きていけない人間なんで、車2台は明日は無理ですけども、後日持っていこうと思ってますよね。ははー、知らない街ですから、こう走ってみたいなと、その他のことですか。その他、はい、絶対家族の、まあ、写真とかね、それは持ってきますけれども、うん、あるだろうな、あと絶対持ってるから。博多ってのは割と詳しいですか。博多の地図欲しいとか。あ、詳しいです、博多大丈夫です。あ、全然平気なんですか。もう任せます。あとオーバードライブだね。あとオーバードライブあるんですよ。ビタミン剤ある。僕らがもうサッカー選手がこうちょっと必要としてる。まあでもね、清水さんがあんだけ期待してるって言うぐらいですから、うん、楽しみですよ。頑張って、行ってよかったという思わせなきゃダメです。ラモス削って言えることもらうぞ。よし、俺も頑張ろう。津波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りしました。